不思議復活手に応援チャンネル、はい、当初ということで、はい、4年連続来れました。今年も明日か、はい、よかったです。まあ、やっぱりね、明日かといえば去年ね一緒に明日かに来たこの方、今年も来てくれてます。どうぞ。こんにちは、来ちゃいましたみほです。コミュ力お化けですね。コミュ力お化けではないです。なんかいろんな人と仲良くなってますね。はい、おかげさまで、ありがとうございます。皆さん去年見た時確か引き分けだったんだっけ。でしたかね。確かそうだよね。今年はちょっとね、なんとか勝ちを、はい、もう見たいなと思いますので、はい、まあ、それと沼津といえば私はホルモン丼を食べない。ラブライブサンシャインではなくて、いやもうラブライブサンシャインもあるけど、ね、ホルモン丼食べたい。去年食べれなかったんですよ。去年あの食べ、ちょっと、FC岐阜のゴール裏といえば、はい、トヨーンです。いや、トヨーン、あの一言。めちゃくちゃ求める。めちゃくちゃ求めますね。一言。こっからあの次飛ぶんで画像が。なるほど。はい、それでは会場の中へ。キュン。いきます。早いっすね。早いね。あれなんか増えた。やった。多分いつもあっちから来てるんですよね俺ら。あーそっかそっかそっか。あでもこっち側まであったっけ。いや確かに言われてみる、増えたような気もしますね。だよ俺。あーこんにちは。こんにちは。わ、千本ってる懐かしい。じゃあ、それひろさんのお目当てをまず探しましょうか。じゃあ。そうですね。まずホルモン丼を探します。私も今年は食べたいです。食べたいよね。食べたいです。でも。いや、もう人多いね。多い。やっぱ調子、明日中も調子いいから人増えてるのかな。確かに。昇格は見えてますからね、今。ありがとうございます。わざわざすいません。ですか、呼ばれてないですか。こんにちは。あ、お揃いで言ってく。あ、どうぞ。今日も来られるんだと思って、はい、あ、そうなんですか。今度、次回行きます。長良川行きたいです。またあ、呼ばれた。行かなきゃ。すいません、並んでるところ声かけてもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。大物干し天ぷら、楽しんでください。これは有名なやつですよね。これ有名なやつ。ね、小麦の奴隷。あー、はい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 。名前がすごいです。すごいよね、小麦の奴隷っていう。いや、増えましたね、マジで。わ、本当に。いや、増えたよね。なんか去年あったけど、なんかここまでの数じゃなかった気がするもん。覚えてます。覚えてます。あれ去年そっちで喋りました。はい、ですよね。はい、首位大宮を撃破したじゃないですか。あれはアブそういうしかないです。そこでちょっと天狗になっちゃうとあれじゃないですか。まあでも今順位的にも自動昇格見えてる順位だから、今上がってもらいたいって言ったら、大宮さんが、はい、まあ、ダントツ、名前一こういう言い方の名前単国、僕としてはやっぱりシャーレを出したりして、J3 に上がった時も3位だから、その3位で上がったんで、はいはいはい、優勝はしてないっていう、優勝はしてないので、できれば上がってもらいたいなっていうのがあるんですね。確かにそれはちょっと見たいですよね、優勝。あ、これです。あった、これだ。念願の。並びますか。赤ホル丼を去年食べようと思って売り切れたっていう。赤ホル丼。あ、すーこの間ありがとうございました。急遽来ることになりました。え、急遽急遽。
だって早めにお医者さん終わったもん。ああ。そしたら来るしかないみたいな。あれ？1時間余裕できちゃったよ。じゃあ行くか。フットワークめっちゃ軽いですね。いやいやいや。なんか明日かは僕はどっちかというと考えるの思い出しかない。雷。あ、雷。こことかあの藤枝はなんか雷雨で中断とか あったそんなのしか思い出がないんですさっき岐阜里さんが沼津は何かあるんだよって言ってもたのはそういうことなんですね。あああんまり相性良くないですね。相性はね、そう八戸沼津はイメージがあんまりない。そうですね、確かにそうかも。あと奈良、奈良、あとテケバ、いっぱいあるな。相性悪い方が多いんじゃない。相性悪い。あ、ホテルよし、ホテルよし。まるで伊右衛門の CM みたいな。選ばれたのは、あ、それ綾鷹か。綾鷹に。伊右衛門はなんだ。伊右衛門はあの元木正弘のやつ。そう。え？あ、そうですね。あ、そうか。そっち。僕のやつですよ。時代劇っぽい。あ、そうそうそう。確かに時代劇顔ですもんね。伊藤照吉。なんか幕末の志士とかでしょ。確かに。どこで買えますか？いやもう2年越しですよ。2年越しか、2年分です。本当に2年分買ってます。2年分お腹に入れないとやっぱダメ。話したいことがある。 ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶ良くなりました。いやもうそうっすね。知ってる？見てないね。そらな、そか、知らないおじさんに話しかけられて。知らないおじさんに話しかけられて。好きな選手誰？誰言った？これ YouTube 映るよ、これ YouTube デビュー。好きな選手、テレビデビューもしたもんな。もう好きな選手誰？恥ずかしかった。好きな選手じゃあ誰？この、これだったっけ？誰だったっけ？あ、誰だったこの番号。ナザリト、ナザリトだ。違う、ナザリトが好きだ。ナザリトじゃない。恥ずかしがってる。恥ずかしいよな。横山と横山選手が、ね、YouTube 見てね。イエーイ。あー、タッチ、イエーイ。じゃあ、ゆうか、またまたね、またありがとうございます。ありがとうございました。暑い中、皆さんお疲れ様です。さよひろさん、去年相撲した。去年相撲したの。そう今年もやります。今年もやります。試合終わってやんないと。このくらいの病気の方大丈夫ですか？あ、もう大丈夫ですよ。もう皆さんのおかげで。とても何患者には見えない。よく言われるんですよ。もう嘘ついてんじゃないのかって言われる。YouTube とか見る？今これね、YouTube 撮ってるの。好きな YouTuber とかいる？え、誰好きなの？東洋ヒーロー。東洋ヒーローっていうの。じゃあカメラに向かって東洋ヒーローが好きです。優しい、いい子。ハスルサポの子に言わせるっていう。変わらないでくださいよ。さあ、今年も来ました。やってきました。じゃじゃーん。どの辺がいいですか？上がいいですか？観客多いっすよね、やっぱ多い。メインスタンド側に人が増えた。え、まだ外にもいっぱいいるでしょ。はい。え、だってあのバックスタンド側って人いなかったっすもんね。いなかった。そう、去年いなかった。そうですよね。うん、やっぱコ
これが強くなるということなんですか。強くなるってことは集客も徐々にでとはいえ増えていくっていうことだよね、はい、あるよ。いや、持ってないです。あれ一本足りない。どうにかしましょう、後で。はい、そいつ使って。じゃあ、先にオープンだけど。あ、いいですね。2年越しの赤ホルドじゃじゃはい、いいですね。こんな感じでございます。素敵。ホルエモンのホルモン丼が食べたかったっていうことで。ただですね、事件発生で、はい3人なんですけど箸が2本しかないということで、これから美穂ちゃんがパシリに走ります。いやいやそんないいっすいいっすよ。あいついいっすよ。任せてください。いや、さっき食べちゃってください。どうせ動画撮ってるから。いや、冷めたらもったいないです。めちゃくちゃいい人だな。行ってきます。はい、まあ、試合前ですね、はい、すいません、ごめんね美穂ちゃん。いいえ。じゃあその分先にちょっとヒロさん行きますか。はい、じゃあ行きますね。まずはこのレタスから。あんまレタスからいかないですけどね。あ、レタスですね。それはそうです。そこじゃないんですよ、皆さんが聞きたいのは。もしかしたらワンチャンキャベツかなとも思ったんですけど、レタスでした。いや、思ったら分かります。サルちゃんじゃないんだから。あ、来ました。はい、いただきます。ご来場の皆様にご案内いたします。本日は臼井スペシャルマッチ清水町サンクスサポートとして2年越しの2年越しの。そこで本日はちょっと甘だれで赤ホルドなんだけど、赤って辛いイメージある。あ、はいはい、あります。全く辛くない。甘辛みたいな。うま辛、甘辛、うまだれです、普通に。うまだれにそのホルモンがもうすごい染みてる。臭いっすね。で、ホルモンも食べやすいサイズだから、はい、あの硬くてさ、飲み込めないみたいなあったりもするじゃん、はいはいはい、たまーにあるある。それがない。非常に美味しゅうございます。あ、岸朝子だ。そしてこれだけじゃないんですよね、実は。やっぱ2年越しということで、はい、2年分買ってます。せせり丼です。あ、ちょっと待ってください。日本一優しい、うわ、美味しそう。優しい美穂さんが帰ってきました。マジでありがとうございます。すいませんね。いいえ、こちらこそ。せせり丼でございます。こういった形ですね、せせり。はい、で、こちらもなんとあんまりレタスをフィーチャーしないんですよね、こういう時って。だからそのスープからいきますみたいな感じでレタス食べてますけど、あんまないですよ、そういうの。レタスです、まあ、知ってますよ。知ってます。ワンチャンキャベツかなと思って、まあ、それさっき聞いたし。ありがとうございました。お送りください。これせせりいきます。はい、ご飯と一緒に。ここで本日の試合で担当するボールパーソンよりレスキュークルーを紹介いたします。こんにちは。本日の試合で塩コショウを聞いてんのかな。あ、いいですね。食べ応えもあるし、歯応えもあるし、その塩コショウでよりそのサイズも食べやすいサイズだから、濃い味なんですけど黒くない。なるほど、うん、はい、さあ、リホさんが写真を撮っておられますが、撮っております。撮ってる人を撮ってますけど。リスナーさんは普段見れないですからね。恥ずかしいな。恥ずかしいな。普段の野口くんね。美味しそう。あ、すごい。いただきます。お、すごい。チアダン、チアダン。そういうドラマありましたけどね。やばいよね。やばい。いいですね。
自在。落ちが甘かったね。そうですね。もっとグッといかないと、一個一個のプレーがね、ちょっと強度がないよね。許しましょう。許しましょう。決めてくれた。マジかよ。はい、負けてしまいました。負けちゃった。みほちゃんの疲れた顔。いやー、負けたねー。ちょっとね、途中イケイケな部分ありましたけど、やっぱねえ、アスルクラロやっぱ強かったっすね。強い。まあやっぱね、ちょっと岐阜のね、攻撃陣が動きがないのがちょっと気になるね。足元足元でもらおうとするから、やっぱスペースをねもっと作ったり、誰かが引っ張ってそこを開けるとかっていう作業しないとね、ここ相手でもちょっと厳しいんじゃないかなって。すいません、違う。これも運営する株式会社ミートユーの代表申します。勝手に応援チャンネルやってるお笑い芸人のというふうに。すいません、YouTube 見てます。え、なんか すいません、なんかいい、あのぜひ平牛持ってきてください。いいですか。あのいろいろ病気だったのも聞いてます。応援してます。あの、クリミエル1個買ってきます。僕から本当にわざわざ本当に本当に本当にもらってください。飛騨牛、あのわざわざ取り寄せたんです。ありがとうございます。こういった2個目だったよ。食べてください。え、いいんですか、そんな。はい、すみません。じゃあちょっと、なんか宣伝してもいいですか。いや、宣伝しましょう。すいません、あのホルエモンさんのご好意で、はい、飛騨牛の飛騨牛丼いただきました。はい、はい、で、まだ残っ、うな丼と飛騨牛丼残ってますよ。買ってみましょう。今500円引きしますよ。いや、素晴らしい宣伝ですね。いや、もうまあまあ、ぜひ皆さん、あの、はい、ホルエモンさんで買ってください。お店もこの近くですよね。はい、沼津ですね。はい、沼津です。去年、あのホルモン丼食べれなくて、お店に直接行こうかって話をしてたんですぜひ一度店に。あ、はい、いいっすか。ぜひぜひ。はい、僕も岐阜行きますんで。ああ、ぜひ。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで、これもさんのいただきました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はい、エンディングでございます。はい、2対1で FC 岐阜負けました。みほちゃん、どうでしたか。残念ですね。なんでしょう。なんか失速感を感じました。今日は相模原で見た時と違って、はい、あとアスルの動きが、はい、やっぱなんか去年とレベルが違いすぎて、はいはいはい、J3 のレベルアップがなんか
初心者の私でも分かるぐらいの試合でしたね。やっぱりね、あの動きが流動的だったよね。もうみんな、はい、止まらない、止まらない、動いてっていう。いやもうギグはねちょっと前半押し込まれすぎてっていうのはあります。後半ねちょっと萩野選手入って動き良くなったんですけど、まあまあまあ虫が、はい、苦手なのかな。ねえ、いって入れてね、わってなったのにね。なります、いけると思いました、まあ、残念ですけど次節期待しましょうと、はい、ということでございます。今日の勝手に MVP は萩野選手です。結構効いてたんでね、やっぱり、ね、はい、確かに。あとやっぱ前線の動きですよね。あの斜めに走る動きとか、あのアスルの選手がどうしてもね、システムがしっかりした時にブロック引いた時に開けるにはどうしても、ね、引っ張っていかないといけないので、そういったあの横の動きだとか斜めの動きっていうのはもっとやっぱ前目の選手はね対応していった方がいいのかなと。まあ、田口選手は基本的には受けるスタイルなので、まあ、そのスタイルはいいなと思うんですけど、それ以外の選手も同じスタイルになっちゃってるので、アスルは対応しやすいだろう。まあ、せっかく交代で入ったんだったら違うスタイルじゃないとアスルは崩せないよねっていう感じですよね。ということで、これから帰りたいと思います。以上、FC岐阜勝手に応援チャンネルでした。失礼しました。またね。はい、OK です。